AKB48 グループのメンバーが本日10月26日に東京サンリオピューロランド HF ピューロビレッジにて行われたライブイベント AKB48 in ピューロハロウィンに出演した。イベントは支払いの HKT48 チーム H による AKB48 in ピューロハロウィンスタートですという掛け声で開始。ピューロビレッジ中央にある J の木から登場した支払、横山よしい、AKB48 チームは、小島慎子、AKB48 チーム4、岡田奈々馬、AKB48 チーム4、大森美優、AKB48 チーム4、大和田みなみな、AKB48 チームは、川本さや、AKB48 チーム4、西野美姫、AKB48 チーム4、の、8人は、ハローキティやディアダニエルといったサンリオキャラクターと、一緒に会場を一周して、観客にアピールした。一人一人自己紹介を終え、岡田と西野による振付指導が行われた後、彼女たちは AKB48 のシングル曲、ハロウィン、ナイトをサンリオキャラクターと共にパフォーマンス。約1500人が集まったピューロビレッジをダンスホールへと変え、場内のハロウィン気分を盛り上げた。歌唱後、横山は、みんな、上手だったよ、とオーディエンスを、称え、各メンバーは手を振りながらピューロビレッジを、後にした。